番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮脇チャンネルかっかり。今回は1週間を振り返る増刊号、ドドーンと始まります。4月16日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショー、地獄のチューリップの歌は歌っておりませんでした。地獄のチューリップの歌はともかく第9波がーと、それはなんと第8波よりも大きくなると厚生労働省のアドバイザリーボードを発表し、ニュースやワイドショーが大変だ大変だ大変だと大騒ぎしていました。感染力が高まれば弱毒化、弱毒するっていうのは、これ3年前新型コロコロニュータイプが始まる前からのウイルス学の一般論です。それは卵が先か鶏が先かではなく、ある意味今年の1月からの第8波っていうのはこれを証明したんです。よって来たる5月8日より特定感染症法における分類も2類相当から5類になります。ところがこれに憤慨するムッキーってなるのが、あのテレビ朝日社員玉川徹さんです。水曜日の令和5年4月19日スポーツ報知は次の見出しで伝えております。玉川徹氏、大型連休後からコロコロ感染者数を毎日発表しないことに憤慨、非常に腹立たしい。3年以上続けた感染者数、いや、これ正しく言いますと PCR 検査における検査陽性者の数、これをこれまでは毎日集計して発表していたんですが、これからは定点観測のようになることに対してお怒りのようで、ただネットの皆さんの多くはこのテレビ朝日社員玉川徹さんにお怒りになっていたんです。まずその日の4月19日のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでの玉川徹さんの発言を文字起こしというか、まあこたつ記事にしたスポーツ王子さんより拾い出して紹介したいと思います。ゴールデンウィーク楽しみでしょうね。でも一方で渋滞もあるっていうことですけど、僕楽しみも苦しみも30年以上味わったことがありませんので、水を差すようですけど、コロコロの感染は終わってないと。専門家も今回ゴールデンウィークを明けて感染が増える可能性があるんじゃないかと、すでに第9波に入っている専門家の分析もあるので、ゴールデンウィークを明けると日々の感染者の発表はなくなるんです。そうすると元々健康な人と若い人は結果的には始めた。話長えよ。ネット民の怒りを伝える前に、まずワイドショーの手口というものを紹介しておきます。テレビ朝日の入社年次で言いますと、玉川徹さんの一期後輩にあたると思われる、現在テレビプロデューサーとしてご活躍なされております静目博道さんが指摘するところによりますと、近頃のワイドショーは事実を意見で水増しする、事実を意見で水増しするとのことです。そんなニュースやワイドショーが増えた理由は生番組だとします。生番組というのは番組開始時間に始まって番組終了時間にきっちり終わります。編集もいらなければ撮り直しもいらないのでリーズナブルだということです。その分いろいろなテーマやパネルを用意しなければいけないのですが、一方で尺と呼ばれる放送時間を埋めるために事実を意見で水増ししてくれるコメンテーターというのはテレビの制作スタッフからすると大変ありがたやな存在のようです。いずれも視聴者の我々には関係のないことです。だから静目博道さんは話題ごとに本当の専門家をスタジオに招くことこそがテレビの信頼回復だと、そのようなアイデアを婦人公論の方で紹介しておりました。この本当の専門家による事実の指摘というのの裏返しがテレビ朝日で言いますとモーニングショーであって、BTS の方で、あ、間違えた。TBS の方で言いますと毎週日曜の朝からネット界隈を騒がせております最低も、失礼しました。サンデーモーニングだということになります。どちらの番組もコメンテーターのお話がやったら長いことでおなじみで、そんな彼らテレビコメンテーターには2つのパターンがあります。話は長いのに事実上何も言ってないのが一つ。もう一つは、とんでもないことを長い話の中に織り交ぜているパターンです。まず、結論として何も言ってないんじゃないのというパターンの代表格が、ジャーナリストの青木治さんです。かつてはモーニングショーのレギュラーで、現在はサンデーモーニングの隔週レギュラーを務めになられております。そんなジャーナリスト青木治さんの長いお話というのは、ネットスラングでアベガーと呼ばれる安倍元総理への悪口か、経済評論家の常念司さんが言うところの俺が韓国だとからかうようなお隣の国というか半島の用語です。サンデーモーニングのコメンテーターの皆さんも以下同文です。それは一糸乱れぬマスゲームのようです。よって最初に紹介する VTR が落ち出落ちのように答えが最初に出ているんです。対してとんでもないことをしれっと長い話に入れ込むのがテレビ朝日の玉川徹さんなんです。
先ほど紹介したスポーツ報知さんがさらっとこたつ記事にした、その発言を朝ゲービズさんは次の見出しで伝えているんです。玉川徹氏、初めからコロコロは大した病ではない、視聴者あんなに煽っておいて。先ほど文字起こしで紹介した文章の中の真ん中から後半ぐらいのところにあります、ネット民の怒りを買った発言、朝ゲービズの記事より紹介します。もともと健康な人と若い人は、初めからコロコロは大した病ではない。なんだと？結果的には、しかし基礎疾患を持っていたり、高齢だったりする人は、最初から今でもやっぱり気をつけなければいけないと、コロコロは大したことがない。なんだと？と発言。これがまさにネット上でザワワと大炎上したんです。批判をする週刊誌記者の声を朝ゲービズより紹介します。はじめからコロコロは大した病ではないとコメントしましたが、コロナ禍の初めから危険な感染症と強調していたのは他ならぬモーニングショーであり、筆頭格は玉川氏、PCR 検査にしても玉川氏は検査期間を増やすべきの一点張りでした。あ、正しくはこれ国民全員 PCR 検査です。コロコロの恐怖を煽り、 PCR 検査機関に人が押し寄せればパニック状態に陥るのは当然のこと。散々コロコロを煽っておきながら、初めから大した病ではないと言ってのけるのはいかがなものでしょうか。うん、その通り。フローからストックに情報構造が変化しているんです。オンエアが終わればはいそれまでよだったフローだった時代、あれなんか今すごいこと言ってなかったってなっても検証する術がなかったんで、スルーされていたのがテレビコメンテーターの発言だったんです。これが今ネットがありますでストックされて共有されて拡散される時代になっているんです。加えるなら、テレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーが煽った新型コロコロ、この番組的に言うニュータイプです。ステイホームに自粛警察でリモートワークを煽りました。仮にご自宅で仕事をするリモートワークだとしても、それまでトコトコトコっと通勤に使っていた時間帯、暇つぶしという面もあるんでしょうが、やっぱり新型コロコロ、わけのわからない病だとマスコミの皆さんが煽りましたので、ニュースやワイドショーで情報収集でもしようかなとポチッとつけた。実際新型コロコロニュータイプの始まった1年目、没落の快進撃が止まらなかったテレビ視聴率は全体的に底上げになったんです。ところがいざテレビをつけますと、陽性者の数が100人になる前後から、お、いよいよ今日100人超えるのか超えるのかなんてね。そして100人超えた瞬間、まるで日本滅亡のような恐怖煽りが行われました。3年前の今頃、羽鳥慎一モーニングショーで繰り返されていたこと覚えてるでしょうか。白鴎大学教育学部教授先生様の岡田春恵先生らによる、2週間後の東京はニューヨークになりますという恐怖煽りです。この時一緒になってバカ騒ぎ、大騒ぎをしていたのがテレビ朝日の社員玉川徹さんです。そのテレビ朝日の社員さんが3年後になりまして、しれっと、初めからコロコロは大した病ではありませんからと抜け抜けとおっしゃっているんです。さらに今週はテレビの信頼がなくなるというよりも、テレビそのものが害悪、公の害、すなわち公害なんじゃないかという事件が起きました。事件そのものが起こったのは4月15日の土曜日、1週間以上前の話です。岸田総理への爆発物を持っての襲撃事件です。容疑者は昨年の参議院議員選挙に出馬しようとするも、非選挙権年齢に届いていなかったんで、立候補届がピッピと門前払い状態の不受理となりました。容疑者は不受理を憲法違反だとして不服だと訴え出て、その訴え出た中の主張というのはニュースやワイドショーまんまでした。それは安倍元総理が壺、旧統一教会がというものでした。ただ冷静になって考えてみてください。安倍元総理が襲われた事件において、加害者か被害者かで線を引くんであれば、旧統一教会側は被害者です。安倍元総理は言わずもがなです。ところがニュースやワイドショーは、被害者加害者どちらの側に立っていたでしょうか。そして今週、岸田総理襲撃事件については、ニュースやワイドショーは、マスゲームのように総員退避とばかりに、街頭演説にそもそもね、街頭演説とかやることに問題があったんじゃないかと盛大な論点ずらしを始めております。しかし安倍元総理を襲ったテロリストに名前を与え物語を与えたのはニュースやワイドショーです。よって岸田総理を襲った、すなわち模倣犯の絶望を生み出したのはニュースやワイドショーだという時事疑惑がチドコーン。模倣犯に何も与えるつもりはありません。名前もです。ところがテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでは、皆様大好きなテレビ朝日のコメンテーターさんが
容疑者が絶望を抱いていたと事実を意見で水増しします。仮に容疑者が凶行に及んだ理由が絶望であるならば、24歳と報道されるその容疑者の21歳からの3年間を自粛警察だステイホームだとして若者の自由を奪ったのは、少なくともその空気感雰囲気を作り出した一つがニュースやワイドショーであり、そのフロントランナーにいたのはテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーです。安倍元総理が凶弾に倒れて、テロリストの供述によると理由は旧統一教会からの八つ当たりで、八つ当たりの被害者なのにその安倍元総理を叩き続けました。それは安倍晋三という人物そのものを否定するヘイトです。安倍ヘイトです。そして模倣犯が生まれました。作家で法政大学の島田雅彦さんが安倍元総理を襲ったテロリストに同意するかの発言を YouTube 番組でしました。白がこう言ってます。コラボ。ネットに限定しますと、ハンドルネームひまそらあかなさんがガガ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 と開けました。一般社団法人コラボさん、並びにネットスラングでいう四天王の WBPC、 これらは今に至っても次から次へと燃料投下とばかりに話題が絶えることはありません。またお猿さん発言の立憲民主党小西洋之議員による第2次小西事件、これは言論弾圧に当たるのですが、高市早苗経済安全保障担当大臣をニュースやワイドショーは叩き続けたこととの辻褄が合わなくなるためか、フジテレビや NHK の一部の番組を除き報道を確認できずにおります。いずれもテレビがほとんどというより事実上全くのレベルで報道しない中、報道しないというかまだされてないのが、あのテレ朝カラオケボックス飲酒転落事故の報告、今週こそテレビ朝日の中でモーニングショーの中で説明はあったのか。なかった、なかった。また来週のでした。なめくさりやがって。あ、失礼しました。つまりこの3年間ギャースかギャースか騒ぎに騒ぎまくって、その挙句に大したことがなかった、しかも最初からこれを知れって言ってしまうテレビということは、やっぱりこうなんでしょうか。テレビなんていうのはニュースやワイドショーにバラエティ番組やドラマも加えてコピペ借りパク転売や事実を意見で水増して、マシマシモリモリみんな会えるよ、スルスルって待って、ま明日はバレるかね、バレなきゃね、何言ったってね、バレちゃってもね、報告しますと言ってね、すっとぼけとけばバレちゃってます。バレちゃった。たまちゃーんと、これは冗談としておきます。結果的な誤報はともかくとして、3年前の病の始まりの時から分かっていたことを3年間、あ、確かに3年前、ガンガン煽っていきまっしょいとおっしゃっていた、それがテレビ朝日、羽鳥慎一モーニングショーの番組スタッフとのことです。つまり、事実上のデマを垂れ流していたことを告白してしまったということです。これはもはや政治的意図を匂わせない演出との合わせ技、六本木のテレビ朝日が、消えた消えたざんまとなるか、最低でも県外、あ、じゃなく番組だけでも消えた消えたやったとならなければ、社会正義の辻褄が合わないんじゃないかな、そんなことを考える一週間の始まりでございます。過ぎた時の教訓として、私は今週もこう呼びかけます。正しく恐れて頑張っていきます、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。増刊号恒例謎のギターのコーナーが始まるよ。次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
と番組に最後の最後までお付き合いいただいて皆さん突然ですがじゃんけんタイム。リアちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた。グーレイト。マジンガーカノゼ。おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた。着替えますね。あなたと私で123のトリプルピース。そしてパワーを出したあなた。週の頭のエナジーチャージまとめてのハンドパワー。ミミ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 ミ。それでは本当のバイバイ。